それでは今回は、ランドローバーディスカバリー4 SE のご紹介をさせていただきます。こちらはですね、2011年モデル、走行距離がわずか1万6000キロのお車でございます。まず外装色なんですけれども、こちら、スマトラブラックというですね、黒のメタリックのカラーで、内装がベージュのレザーの組み合わせになっております。で早速、外装の状態についてなんですけれども、走行がですね、まだわずか1万6000キロということなので、もちろんですね、大きな傷とかへこみは、見受けられないんですけれども、本当にですね、まあ、小さな傷等はですね、多少はございます。でもですね、そこまで気になるほどでもないので、その辺は実車を見ていただければ、安心していただけるかなと思います。で足回りですね、アルミホイールも4本とも非常に綺麗な状態で、タイヤに関してはですね、だいたい今4本とも残り、2分山3分山ぐらいなので、5納車に合わせて交換することもできますので、その辺は柔軟にですね、ご相談いただければと思います。では続きまして、トランクスペースのですね、ご紹介をさせていただきます。こちらトランクは、2分割式になっておりまして、このようにですね、上下に開くようになっております。で、レイアウトはこちら7人乗りのお車になっておりまして、前から2人、3人、2人という座席の配列になっております。で今は3列目のシートを倒しているので、倒していただければですね、かなり広く収納スペース確保できます。でこの状態であれば、ゴルフバッグももちろんですけど、スーツケースとかも楽に入れていただけるので、かなり広々とですね、実用性の高いお車になっております。で実際、この3列目のシートも簡単に起き上がらさせてですね、実際使うこともできるので、万が一急に7人乗るようになっても、すぐにお使いいただけるので、非常にですね、利便性の高いお車でございます。はい、では続いてシートの状態のご紹介です。内装は先ほども言いましたようにベージュレザーになっておりまして、シートの状態はですね、非常に綺麗な状態で、若干多少の使用感はあるんですけれども、擦れとか汚れとかはなく非常に綺麗ですね。で車内に関してはタバコの匂いも一切しないので、その辺もご安心していただければと思います。2列目は3人掛けになっておりますので、実際大人の方が3人座ってもですね、かなりゆとりのある広々とした、車内のデザインになっております。では3列目ですね、1つだけちょっと起き上がらさせてみたんですけれども、2列目に比べれば少し狭さはあるんですけれども、座っていただくことは可能です。こちらのスペースであればちょっと窮屈ですけど、大人の方でも十分にお座りいただけるかなと思います。はい、では続いて車内のご説明をさせていただきます。こちらですね、スマートキーになってますので、鍵持った状態でスタートボタンを押していただければエンジン始動です。で運転席ですね、こちらメモリー付きのパワーシートとなってますので、設定ですね、記憶していただければすぐにお好みの位置に移動していただけます。で、デザインなんですけれども、比較的シンプルで分かりやすい配置になっております。まずナビゲーションもですね、操作も非常に簡単で、このようにオーディオとか押していただければ簡単にテレビもですね、ご覧いただけますし、ナビのボタンを押していただければもうこのタッチ式で目的地設定も簡単に行っていただけます。で中央にはシートヒーター、3段階ですね、共についているので、この時期とかは特にお使いいただければより快適にお乗りいただけます。で、ちょっと下の方になるんですけれども、ランドローバーなので基本的にはオフロード走行も考えられて作られているので、走行モードもですね、かなり柔軟にいろんなパターンが備わっております。こちらは V8 の5リッターのエンジン積んでて375馬力発揮するんですけれども、かなり車体は大きいんですけれども、それなりのパワーが備わっているので、実際に乗っていただいてもかなりですね、重たさ感じることもなく楽に進んでくれるお車になります。でエアサスもこちら装備備わっているので、かなりですね、乗り心地もハードではなく、かなりソフトで柔らかいですね、乗り心地のいい、お車になります。でシュートギアこちらになるんですけれども、ドライブの横にマニュアルモードの走行もあるので、こちらもお使いいただければまた普段とは違ったですね、走りのお楽しみを、いただけます。でグローブックス内、ETC のユニットも備わっているので、カード入れていただければ、高速道路で ETC レーンも通過していただけます。でこちら最後にですね、ルーフになるんですけれども、こちらはですね、トリプルの、ムーンルーフが備わっております。すべての、ルーフにですね、このシェードもついてるんですけれども、かなりですね、これすべて開けていただければ車内に日差しも差し込んでですね、かなり明るくて開放的にお乗りいただけます。で、前方のルーフだけですね、すべて開けていただくことができるようになっているので、
こちらもですね、まあ、空気の入れ替えとかいろいろな用途でお使いいただけるかなと思います。真ん中と一番後ろはシェードを開けていただくのみになります。あとクルーズコントロールもですね、こちら備わっているので、高速道路とか長距離ですねメインで乗る方とかは使っていただければ、疲れの軽減につながるかなと思います。はい、それではディスカバリー4のご紹介をさせていただきました。ボディはですね、かなり大きいサイズになってますので、かなり迫力のあるかっこいい仕上がりで、車内空間もですね、かなり広々と、天井も高くてゆったりとお乗りいただけるお車になります。なので、もちろん街乗りでのご使用はもちろんなんですけど、お休みとかの、レジャーとかもですね、十分なお荷物積んでいただけるので、本当にどの場面でもお使いいただけるお車かなと思います。なので、ぜひですね、ご興味のある方はお早めにご検討いただければと思いますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。